お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今回はですね、こちらなんと世界2位をね獲得しました。パチ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 。というわけで、グローバル大会、今回はねトリプルエリクサーだったんですけど、これでね、こちらのアカウントで42勝1敗で、惜しくもね1位はいけなかったものの、2位をゲットすることができ、なんとプロフィールがね豪華に、前1回1位取ったので、ただ12位があって、1、2、12位っていうね、もうめちゃめちゃ豪華。俺の本枠と、その次のサブ枠よりも豪華っていう、まあメイン枠にやっぱつけたいよねっていう気持ちもあるんですけど、いやちょっと1、2ね、今の非常に気持ち良くなってます。次はね、まあ1位目指したいけど、なんか1、2って来たらね、3位も欲しいよなとか、まあ、思いながら、まあね、グロタイ僕得意なんでね。謎に。なぜ得意か分かんないけどね。マルチとか全然勝てないのに、グローバル大会だけ一丁目に勝てるっていうね、謎の特技があるので、今後もグロタイ頑張っていきたいんです。で、今日、まあ、トリプルエリクサー見たところで感あるかもしれないんですけど、まあ、今後もね、トリプルエリクサー大会絶対行けますし、まあ、いろんなモードで、ね、あると思いますので、ちょっと、まあ、いろいろリップ紹介しつつ、あと、コツというか、戦い方とかもね、いろいろ話せたらなと思います。で、ちょっと一つ聞いてほしいのが、僕1位ね、いけそうだったんですよ。っていうか、途中ですね、残り1時間の時に、僕が42勝で1位になって、このゲンって人とリビアって人の、まあ、今の1位3位が41勝4敗同士だったんですよ。で、この同じ勝利数だった時に、クラウン数ですね。クラウン数が多い方が上に行くんですよ。だから僕、クラウン数で負けて上に行ったんですけど、ですがね、これ1個前というか、最後の試合の前、この僕が1位ですね。僕が1位で、このゲンさんとリビアさんが41勝同士だったんですよ。41勝同士の ×4 同士で戦って、そのゲンさんが勝って負けたんですけど、その時、ゲンさんのクラウンが94だったんですよ。だから、もしゲンさんが勝ったとしても95で並ぶと、並んだ時は先に上にいた方が上に立つんですよ。だから、もしゲンさんが勝っても1クラウンだったら俺が1位で、しかもなんならリベアさんが勝てばクラウン数的にもうどんな勝ち方をしても俺が1位だったんですよ。だから、41勝同士のここでマッチングしたんですけど、もうリベアさんが勝つか、ゲンさんが勝ってもクラウン1個だったら俺の1位なのに、なんとそこでゲンさんがクラウンを2個取って勝つっていうね、最悪なパターンが起こって2位になりました。マジで最悪じゃない。で、残り1時間でね、この状態だったんですけど、僕もうマッチングずっと待ってたんですけど、プラマイ2勝の人としかマッチングしないんですよ。だから僕42勝だから、40勝までの人としかマッチングしなくて、ずっといなくてね、この OP って人は最後38ぐらいから、こう、もうギリギリでね、40勝に上がってきたところで、この人はね、ずっとなんかマッチングしなかったんですよね。そう、潜ってなかったんですよ、多分。だから、まあ、マッチングせずね、最後1時間ステイした形で、まあ、42勝の1敗のね、2という結果になりました。でも、めっちゃ強くねっていう。途中多分39の0ですね。で、39でバツについてこうなったんですけど、いやー、こんだけ勝てるとは思わないですね。トリプルエリクサー。マジで、トリプルエリクサーのラットとね、皆さん呼んでください、今後は。というわけで、リプ、いろいろちょっと使ったんですけど、ドリルウォールブレイカー。あ、ウォールブレイカー入ってない。高回転ドリル。あとは、こやこや。で、高回転ウォールブレイカー。で、エレジャイ。で、これちょっとね、ちょいちょいグラチャレが混ざってます。真ん中の剣か、なんかクラウンかで見分けつくと思うんですけど、これグラチャレですね。グラチャレで、あとは、こやこややって、これはマルチですね。で、ラバ。で、クエイコグとか。最近すごい練習してるんでね、使いました。まあ、みたいな感じで、いろいろ使えましたね。というのも、グローバル大会は、やっぱ、プラマイ2勝たたるから、後半になってくると、誰とマッチングしそうっていうのがわかるんですよ。大体絞れるんですよ。となったら、その人が使ってるデッキに、勝てそうなデッキで潜れば、ぶっちゃけ勝てるんですよね。そう、だから、よくスナイプされます。というのも、カード1枚変更ね。近くにラバを使ってる人がいた。じゃあ、ラバに強い柳雨にしようとか、いろいろこう、組み合わせを変えれるわけなんですよ。デッキを丸ごと変えたりだとか。そういうことが起こるから、終盤になってきたら、もうデッキコロコロ変えます。みんな変えます。で、変えないやつはもう狙われて散っていきます。っていうような、システムがね、採用されてますので、まあ、ある程度、こう、組み合わせをね、とっさにこう変えれるっていうのが、まあ、強みかもしれないというか、まあ、僕、それ言うの結構好きなので、意外とこういうグロタイね、勝ててるのかなとかも思うんですけど、で、今回一番強かったのは、このメガナイトスケラですね。
これがね、世界一位の人も最終的にこれ使ってたんですけど、もうバケモン強かったですね。これメガナイトスキルは僕も途中ずっと使ってたんですけど、これですね。で、これだと、まあ、ゴブドリに勝てるし、あとはバルキリーの枠がムートにも最終的にはなったりしたり。まあ、弱点が本当にないですね。これ見てもらえばわかるんですけど。さあ、トリプルエリクサーなので、コストがね、溢れないように、もう7コス、8コスぐらいから僕基本的にユニット出すと思いますね。まあ、全然出さんやんけ。まあ、入り漏れだけはしないようにね。ちょっと早めに早めに出していきます。で、このファイボヤナメっていう組み合わせも強いですね。ファイボヤナメだと、ダークネクロをね、ファイボプラスヤナメ。で、ライドラもファイボプラスヤナメで処理できたりとか、まあ、ラバにも対応できる、コカツにも、ロケホとか、なんか幅広くね、対応できるから、グローバル大会はヤナメゲーでしたね。ヤナメは間違いなくみんな使ってました。入ってない人はね、ほぼほぼいなかったと思います。で、まあ、ファイボかライトニングか、どっちかみたいな、そんな感じだったね、気がしました。トリプルエリクサーだとね、基本的にやっぱ大型がね、増えてはいく。で、大型に強いロケット星とかがね、流行る。まあ、そういったところでヤナメが強い。で、こういうのも全部ヤファイボで飛ばせるんですよね。で、光栄は、なんか時間稼ぎつつみたいな。いや、マジで強かったな、これ。本当にぶっ壊れデッキですね。最強すぎるデッキ。これにね、勝つデッキってなった時に、なかなか思いつかないんですよね、それが。そんぐらい強いんですよね。で、高回転ウォールブレイカーかな。終盤に、まあ、これに勝つのが高回転のウォールブレイカー。ドリルじゃなくて、普通のディガーのね。なので、まあ、僕もそれをね、使ったら、ミラー対決とかにもね、なったりしたので、まあ、その後、ちょっとリプレイ見せれたらね、いいかなと思うんですけど、まあ、トリプルエリクサーはね、エリクサーを漏らさないのはまず第一で、やっぱ困った時にユニットを出せるデッキの方が強いですよね。とりあえずポイって出せる。とか、まあ、ヤンナーメ。こういうのも全部矢で飛ぶんですよね。いや、こう見たらえぐいっすよね、矢の雨。そう、で、まあ、このデッキの強みは、相手がファイボだった場合に、トリトンが生きるんですよ。トリトンインドラ。そう、トリトン無双する。で、もし相手がじゃあライトニングだった場合に、ザッピーが無双するっていう、だからそういったのがね、めっちゃ強い。で、ライトニングファイボだったら、じゃあどうすんのってなるんですけど、僕ライトニングファイボデッキで負けたんですよ、これに。というのも、まあ、スケラ受けがきつかったりだとか、まあ、インドラがきつかったりだとか、っていうので、結構ね、なんか、ユニット同士で、こう、スペルに、なんかのスペルにだけは勝てないとかがね、ないんですよね。ライトニングヤナメ、ファイボのラバ、ずっと使ってましたね。なんで、まあ、今回、全体的に見たら、ラバ、もうラバと、最終的にはメガナイトスケラ、ラバ、メガナイトスケラ、ゴレとか全然いなかったね。エレジャイはいたんですけど、いたけど、1位にはいけない。けど、まあ、35勝ぐらいにまではいけるよね、みたいな、そんな感じでしたね。エレジャイ。結局、ザッピーに勝てなかったり、ザッピー用にファイボにしたら、それはそれで他のデッキに勝てなかったりっていうので、まあ、あとは高回転で言うと、まあ、高回転ドリル。結局強いよね。高回転ドリルと、あとは、高回転のウォールブレイカー。まあ、そんな感じかな。まあメインではラバでしたね。やっぱラバとメガナイトスケラっていう意外なところのスケラでしたね。コヤコヤもね、結構使われてました。僕も使ってたんですけど。さあ、これはね、ラバですね。で、クエコーグにはまあ相性がいいんですけど、ヤナアメだったので、ラバはね、ほんとヤナアメ積まれるだけできついっていうのがあって、そう、ラバ対決だとやっぱヤナアメ入りが強かったりとか、矢が多かったので、その最終的には減りましたね。もう序盤ずっとラバ、後半ずっとメガナイトスケラ。まあそんな感じでしたね。そう、僕ラバ得意なんでね、本当に。今回、まあ、42の1位だったんですけど、多分26-0ぐらいまではずっとこのデッキ使ってました。ラバヤナアメファイオ、自作ですね。だからホバリングを、自分で勝手にヤナアメに変えて、ダークプリにしましたね、バルキリーを。なんかいろいろマイナーチェンジしました。っていう、なんかラバーホール。これで、まあ、26-0とかまでやったので、まあ、このデッキが強いのは、まあ、間違いないですが、その、サンスペルの理由としては、先ほどのように、まあ、ザッピーとかをやれる。そして、施設ですね。テスラとかもやれるから、基本的にファイボライトが強いよねって。で、ファイボライトだけだと、このロケット押しだったり、あとはね、小屋もね、そこそこいたんですけど、僕も使いました。その、小屋のね、小屋から出てきたヤリゴブリンとかがもう本当にどうしようもない。あとロケット押しとか。で、スケラ受けにもまあ多少使えるので、ヤナアメはね、
そこそこ強かったです。やっぱミラー対決とかでもやっぱ強いですからね。ラバーに対してヤナミアルフが勝つぐらい。さあ、まあラバー。ラバーね、これもうどっからどう見ても相性に見えるんですけど、意外とこの高回転のホグについていくのがしんどかったり、バルキリーの受けもきつかったり。で、テスラを壊すのには絶対ライトニング打たないといけなくて、でもそんなコストを打とうとした瞬間にはもう逆サイド攻められてっていう。で、ヤナアメもあるのでっていう。結構ね、でも相性悪いんじゃねえかと思いますね。だからヤナアメのね、せいで。テスラで壊されてからの矢がね、えぐいっす。ですが、もう早め早めにね。いや、このパピー生き残ったらマジ神っすね。これ残ったことによって勝ったみたいなもんですから。ただもうお互いね、削り合いですね。お互い守れねえ。そんな感じのね、試合が続いてました。トリプルエレクサー、だから近いうちに来てくれると、マジこの、まあ、ラバーとか、最後もうメガナイトスケラ環境にはなると思う。真面目に弱点がむずい。なんか、ヤナアメ入ってる時点で、こう大型メタのロケット押しとか、あとはスケラに強いね。そのメガナイトスケラが流行ってて、スケラに強い縦の戦士、三角アーチャーとか全てヤナアメで行くんですよ。で、マザーネクロいたとしても別に5打たれるんですよ。だから、なんかね、スケラファイボヤナメっていう組み合わせがね、ぶっちゃけ最強なんですよね。もう絶対スケラ通るから。まあ、防衛ポイズンとか。だけど、されると話変わるけど、ポイズンなんか入れてたら、もう今終わるんですよ。マザーネクいたりとかで。絶対無理だから、もうなんかスケラヤナメ5を攻略するのには、もうスケラヤナメ5しかないぐらい。そう。メタっていうメタがなかったんでね。本当にそれが無双しちゃってましたね。もうこっからはもう僕守るしかないんですからね。これ560。これも結構僕頑張ったんですよね。さあ、キングにね、ホグ行くと思いながら、スレスレのね、あと29よ。やばくないこれ。マジでギリギリ。もう負けたと思いましたね。たまたまキング折れてましたけど。いや、これラッキー勝利でしたね。マジでかい。とか、まあホグ、これね、たまたまコカツきました。コカツいんのってびっくりしたんですけど、高回転ゴブドリ使ってる人いて、高回転ゴブドリに勝ちてえなと思って、かな。なんかわかんないけど、ホグ刺さると思ってホグ使いましたね。ラバかな？ラバが来るように。とか。で、あとはラバで、こやこや倒して、これグラチャイだな。で、こやこや使って、まあ、ジャイスケラとかね、倒しました。いや、こやこやもね、ある程度は強いですね。もうこれね、見てもらえればわかるんですけど、何負けるんだろうね。まあ、こやこやとかもやっぱ対策されやすい。上手い人になってくると、デッキにクエイク5とか、なんかこう、やっぱマイナーチェンジされるんですよね。そこに対応できないっていうか、まあ、対策されやすいっていうのがね、ちょっと怖いところではある。メガナイトスケラーはめっちゃ強かったけど、このコヤコヤがね、結構きついイメージありました。さあ、もう相手のね、このフリーズ5。フリーズ5でバカダメージ受けてね、あれ俺これ、やべえ、負けるなとかね、思ってたんですけど、後半のね、ちょっと僕の粘りを見てほしいなと。僕はもう粘るしかできないですからね。なんか見た感じね、相手こやこやきつくてみたいな気がするんですけど、意外とこの、なんか形組まれて、スケラプラスファイブフリーズがね、結構怖かったですね。僕もこうすべてがね、一気にまとめられないようにユニットユニットを離してね、こんな感じで、いい感じに防衛してる。あとは小屋から出たこの、ちっこい奴らが無双するのもね、今回強いですよね。で、相手は、ホバかこやこやかマザネクで、毎回マザネクに5打ってるので、他が行きますよね。さあ、5ヤナメの強み、相手のね、奥を処理できます。で、今、相手は防衛に5使ったから、小屋が一生溜まるよねっていう。いや、この無限サイクル、このね、サイクルになると相手もきついよねっていう。だから、攻めフリーズされますけど、そこでね、しっかり防衛ヤナメとか、できれば、まあ、負けないかなっていう。で、ここは多分ホバリングを生かしたかったんですよね。相手が5使ってたから。で、攻めて、これネクロにね、ヤナメ当てれるともっと良かったんですけど。まあまあまあ。で、しっかり小屋を置いていきます。いや、小屋ゲーだな。なんか僕、よく小屋で勝ってる気がする。こういう大会。マジで強いですよ。で、ホバが残ってて、この無視でね。端前目がないと、まあ良かった気もするけど、一回ここでね、小屋を置いて、相手にプレッシャーが、今めちゃくちゃ押されてるんですよ。ですが、こっからですね、本当に。だんだんと。だんだんとこの2倍タイムになってから、小屋がね、増していきますからね、相手からしても。だんだんきつい。
で高め高めにねユニット出して、こうやっとねあのユニットがファイボールであんま巻き込まれないようにだったり、まあここはまあしょうがないってしょうがないですけど、今ファイボールを使ったことによってさらなる小屋がねいっぱい出てくる。いやーこれ相手地獄ですよ。で今ねマザーネクロどうにもできないからスキラも打てないですし、まあ、僕はこのね小屋たちを生かして高めで出していくじゃないですか。これやばいよな、こう見たらもうめっちゃ強いよねで相手はねここでやっちまいました。芝ファイボー俺はもうこれ勝ったと思いね。ユニット追加してね。まあ、ファイボー使ったっていうのもありますけど。で、インドラリセットがファイボーですね。なんかこの小屋小屋のクエイクの人もいたんですけど、インドラリセットできないし、公営組まれたら積むから、絶対、ファイボーはいいと思うんですよね。ファイボーってマジで何にでも使えるから、やっぱ今の環境強いですけど、万能ですよね、本当に。4コースだしね。で、あとはね、このザ、ポアキャンみたいなのいるじゃないですか。この人を僕は狙ったんですよ。で、エレジャイ使ったら違う人が来て負けたっすね。でこのメガナイトスキルはマジでね、本当に強い。で、やべえ、スナイプ失敗したと思って逆を狙ったんですよね。この今の負けた弦に勝とうと、このウォールブレイカーしたら、いや、さっき狙ったウォールブレイカー来たみたいな。まあ、そんな感じのね、この高回転ウォールブレイカー、ミラー対決でしたね。やっぱ高回転だと、まあ、全てに勝ってる可能性はあるよね、間違いなく。でデッキも知ってたので、ちょっと序盤からね仕掛けてます。いやミラー対決むずいけど、僕マジで思うのは、その前だとこういう大会でこんな高回転のデッキとか、まあ、大会っていうのか、まあ、グローバル大会でこんなめっちゃ高回転のねウォールブレイカーとか、あとはなんだろうねホグとか絶対使わなかったんですけど、マジでここ最近ずっとねホグ企画、毎日ホグ上達動画やってますけど、まあ、たまにサボってますけど、まあそれによってねちょっとなんか高回転の使い方がやっぱちょっと上手くなったんですよ。そのホグが上手くなったかなったっていうよりかは、なんかその高回転っていうそのくくり、その立ち回りとして、やっぱホグデッキってウッドでまカード回したりだとか、こう2周目で攻めるとか、そういうのがあるじゃないですか。やっぱそういった考え方を、やっぱこういう高回転デッキって言ったら、まあ同じじゃないですか。ウッドで回すとか、2周目オールブレーカー、2周目のコウモリ、やりこぶで通すみたいな。なんかそういうのも、なんかホグを通してちょっと学べたので、まあまだ終わってないんですけどね、その企画。なんか全体的にこう、高回転の立ち回りっていうのも、昔よりはね、上手くなったんじゃないかなと思ってますね。なんか成長できてますね。しかも、使える。ここで普段だったら使おうってならないんですけど、使おうってなるね。なんか気持ち的にも高回転に自信がね持ってるようになりましたね。でもなんかこうなったらもうお互いねお互いただぶっぱしてるだけなんですよ。僕もテスラを置いて余裕があればぶっぱするみたいな。そう、逆サイオールブレイカー振りつつコウモリ処理しながら、でコウモリがまあ今回のねこの戦いだと重要なのかな。言っちゃえばファイボーだから相手のヤリゴブとコウモリぐらいでしかね死なないんですよ。でお互いコウモリ無双するから、できるだけディガーをコウモリで拾ったりだとか、防衛でね、使ったコウモリを延命していったりだとか、こういうダークプリンスの後ろのこういうコウモリだったりとか、マジコウモリの使い方がね、今回すごい大事だったかなと思います。さあ、気づけば押してます。で、俺もちょっとここでね、一安心しちゃったんですよね。でも、もし追いつかれた時のことも考えて、めっちゃ削んなきゃなとか思ってたんですけど、なんかこっからね、相手がめっちゃ上手かったんですよね。さあ耐えはするけど耐え切るのは不可能とね。やっぱファイボーウッド高回転ですからね、ディガーとね。まあゴブドリでもいい気がしたんですけど、このデッキ、まあなんか結局そのメガナイトだったり、まあダークプリンスバルキリーとかちょっと流行ってましたよね。そのメタがゴブドリメタがやっぱ流行ってたので、こういうねシンプルディガーもいるんだなっていう。でまあ8000ぐらいリードしてるものの、なんかこの辺からちょっとね慌ただしくなってきます、プレイがお互いのこのコウモリが無双してきます。まあこういう場合はいいと思うんですけどね。うん、削りのね高回転、いや楽しいね。最近ちょっとハマってる。もうマルチして早くトラゲやりたいの。俺は早くトラゲやりたいんだけど、ちょっとホグで8000は行きたいからね。ホグで8000行ってからちょっとデッキ変えてねトラゲしたい。で、ここからちょっとね、あれって、相手のこの、相手も、あと1000ひっくり返さないといけないから、言っちゃえば積極的な攻めをしないといけないわけじゃないですか。
なんかそれによってね、ちょっとこう怖くなってくるよね。あれってあれって待って、相手のユニットやべえって、いやマジで焦ったこれ、あれ俺負けんのと思いながら、やべえあっこから負けんのってね、いやマジで焦ってるっすよここ。さあギリギリね、ギリギリ、まあ、1000ダメージ差が、まあ、500ダメージ差になったみたいな感じですね。まあ、でもやるなっていうコメントする余裕があるってことは、まあまあ多少余裕があったのかな。さあいらない芝ファイブを決めていく、まあなりますよね、こう慌ててると。でテスラ置いて一旦ね、でコウモリ受けか。さあ相手が攻めてきた、やっぱタイミングと同じように攻めていくと、まあ多少ダメージ受けるものの、こっちも攻めもね通るよね。というわけで、まあこのデッキね、この人が使ってたからね、あトリプルエリクスター俺も使ってみようってね、パクりましたね。あざす。で、あとは最後、この人が3位の人と2連戦やって、ちょっと美味しくね、いただいたって感じかな。こやこや使いましたね。いろいろもう本当にデッキ変えながらかな。やっぱ、で、相手もキョロイですね。で、クエイクなので、僕が今ウォールブレイカーで行ったんですよね。で、その、今下同士、今の僕とウォールブレイカー同士の試合が終わってすぐ戻って潜ってこの人と当たったんですけど、まあなので、この人は今のまあ僕の高回転ウォールブレイカーですね。あれを、まあ、言ったらスナイプというか相性いいデッキで潜って倒そうとした。でも僕はそのタイミングでちょうどデッキ変えたから、それが外れたよねっていう。だからやっぱ同じデッキで潜るとやられちゃいますよね、それが。さあ、まあデッキ変えたことによって、まあ変えたものの相手がね、クエイクっていうね、小屋がマジでいけない。まあ、ですが、相手なんと対空がね、まあマザネク、ザッピ、LSP、まあいるもののホバリング無双がね、始まります。僕でもね、この時まだ気づいてないです。ホバリング無双っていうの。いや、マザニックも事故ってんだよね。これなんか、ね、相手がめっちゃ事故りすぎててね、やべえ、どうしようっていう。どうしたらいいんだろうっていうなってる図ですね。もう困ってメガナイトをケツから出しちゃってますもん、僕。なんかいろいろ、マザニックとホバがね、事故をやっぱ起こしてくれる。これ強いよね。さあ。巨大スケルトンが逆サイに行く。キョスケ使ってるの珍しいですけどね。でもこの人はね、メガナイトスケラ使ってたんですよ。メガナイトスケラ使ってて、でも唯一キョロイを使ってましたね。で、よ、キョロイ強いんじゃと思って、俺も使ったんですよ、キョロイ。そしたらその瞬間負けたんでやめましたね。うん。マルチで使ったのかな？なんかで使ったんですけど、弱かったです。高回転のゴブドリン勝てないですね、普通に。で、ここはもうね、施設出したところでボコボコにされるんで、ダメージ強しながらメガナイトでね、もうカウンター狙ってね。お互いなんか、お互いの攻めがね、止まんないみたいな感じですよね。ぶっぱゲーミング。でさ、小山、クエイクか打たれてもいいサイドに、まあ、置きながら、みたいな。で、これちょっとメガナイトのジャンプでね、相手のマザネクやろうかなと思ったんですけど。あとは逆サイかな。これ逆サイだとタワーと巻き込んでクエイク当たんないんですよね。ですが、相手のこれいいウッドですね。で、僕この状況で、一つよぎったのは、一本これ取れなかった時に負けるなって思ったので、多分ファイボ削りを始めます、そろそろ。40秒。でもこっからかな。そうですね、700ぐらいファイボアラームずっと回せば削れるよね、とか思いながら、いや、削れるかわかんないの。ちょっとダメージ削れないかもと思ってたら、豚がめっちゃ頑張ってくれたっすね。びっくり。そうそう、豚ゲーしてますね。でも左サイドやべえ、削んねえといけねえと思いながら、いや、斜め飛ばして、このホバもね、入らないから、いや削ってとか思ってたら、いや、このホバ入ったらでかいね。これ、入ってなかったら、まあ、ギリか。ムーと、マザネク、まあ、ヤナメ。まあ、ギリ回っているね。ギリ回っているけど、いや、マジで怖かったですね。まあ、スペルで削るっていう判断できたのは、まあ、よかったかなと思います。まあ、小屋は行きないものの、その代わりホバリングがね、無双するっていうので、まあ、戦いましたね。で、そして、この後ね、絶対この人来ると思ったんですよ。絶対、俺、しかも聞いて欲しいのが、この、クエイクキョロイ使ってきて、俺、このデッキでもう一回行ったら、絶対次クエイクファイボになると思ったの。もうそこまで読んでました。キョロイで、このメガナイトのこれに勝ちたいなら、絶対ウッドを消してファイボにしてくるよなって。で、クエイクファイボ来られたら俺絶対負けるなと思って、じゃあクエイクファイブで何か出るってなった時に、お、高回転ドリルで余裕じゃんと思って、逆スナイプしましたね。この人が俺のこの、こやこやに対してクエイクファイブのね、このキョロイで来るっていうのを読んで、逆にね、
あの後回転ウォールブレイカーセットして、あのボコボコにしてやりましたね。っていうのがグローバル大会ですね。まあ、マルチも言っちゃえばこういう心理戦というかありますけど、それがやっぱうまくいくのが少ないですし、本当シーズン最終とかにならないとまあないんですけど、あんまないんですけど、このやっぱグローバル大会だからこそのこのいうのがありますよね。まあ、デッキもやっぱ読みやすいですよね。使ってるデッキが分かると。そうそう、この人はキョロイとメガナイトスケラしか使ってなかったので、まあメガナイトスケラじゃん、まあ来てもね頑張れるかなみたいな、ウッドスケとかで、でこれにしましたね。で別にテスラはねクエクエこれ当たんないんですよね。あのタワーと巻き込んで単体に打たれるけど、言うてドリルでねこう防衛できるんでって思いながら、そうで相手はクエイク5だから僕のボンバーちゃんがね一生生きるんですよね。でテスラも立ててあげてみたいな。ちょっとこれ焦ってましたからね。あれやべえやべえって、全然守れねえとか思ってたんですけど、あの思った以上に余裕で守れましたね。こんだけなんか押されてる感ありますけど、余裕でダメージリード取ってますしね。いやそうなんですよね。やっぱ3えトリプルエリクサーもう3倍でやっぱドリル飛んでくるし、この防衛硬いのがやっぱ3倍で防衛硬くなるってなると、本当にねこれで適当に5打ってるだけですけどねいやこれでねボンバーで削れるし、で一応クエイクマン足りたくないから高めテスト、高めにねテスラ置いて、まあこれにクエイク別に打たれてもねタワーにダメージいけないからいいやなとか思いながら、さあドリル飛ばして5打つのかな、一回ここ打たないですね。さあ防衛の仮面をしてから、でもテスラね置いてもクエイク打たれるからね、あんまそう置きたくなさそうな顔してるよね。でまあクエイク来るじゃん、でドリルで防衛はロイに対してやっていくかな。ロイが来たらドリルと、でウッドと、あとはね絶対死なない最強ボンバーっていうね、これはね気持ちよかったっすね。うわこれ勝ったなっても思ってます今。いやいいデッキ選択やと思いながら、ね、本当に、まあ、グローバル大会こういうのがね楽しいっすよね。でまああとは削りでね5打って、でウッドかボンバーで共有してますね。あと300なんでね、これもうクエイクとかあんま関係ないですからね。テスラはそんなクエイク嫌じゃない、まあ、嫌だけども、このゴブドリのねもう一枚の施設カバー、これが強いね。ゴブドリがこれ施設として扱われなかったら普通に負けてるかもしれないんですけど、さあ2周目回して、バルキリス系でドリル5ウッドとかその辺かな。いやマジで強いねこの、まあ空捨ててるっすよね。だからこのボンバーの枠がロケット星になってたりだとか、まあこう矢の雨、ウッドが矢の雨になったりだとか、まあいろいろねそういう変化はあのやっぱ試合試合でねあると思いますね。まあ流行ってたのはロケオかな。もうこれキョロイ1本に絞ったのでボンバーにしてね、はい狙っていきましたと。いうわけで、まあトリプルエリクサー今回僕が使ったのはこんなデッキなんですけど、まあもし参考になったらね、あの次の機会にでも使ってもらえたらなと思います。では、まあ、次こそはね、また1位、取りたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。